先日コメントの方で中も見たいという方がいらっしゃったので映させていただきます。まあ、自慢の部屋に様変わりしているというね、こう美しく全て DIY ですね。ほとんどの家具いただき物です。また後で細かくお教えするんですけども、今回はなぜ私がこのお家をですね安く手に入れたのかという根拠を示していきたいと思います。ね、こう見た感じ綺麗でいいでしょう。ピカピカなんですよ、自分でやりましたから。しかし、はい、ここからはシュールな映像となります。ご覧ください。はい、安かった、正解はですね、傾斜がついている、すでに家が傾いているってことですね。でも、高々1度なんですよ。戦艦大和でも傾斜20度以降から横転して沈みますから、そういう意味では18度くらいまで耐えれるんじゃないかと思って、買いました。ね、こういう備え付けのものをいろいろね、いただいたりしたものを綺麗に飾ってるつもりなんですけど、このソファーとかもね、実は40年以上前のソファーをいただきました。応接室として綺麗でしょ？ウッド調なんが閉まってると思っております。下のカーペットもいただき物。で、これプレステ2、3、古いですよ。これもいただき物。たまに桃鉄やってます、みんなで。で、これスピーカーね。これこだわってます。これは自分で買ったやつなんですよ。これウーファーなんですね。これがまあ、テレビと連動してゲームでも、まあ DVD 見る場合でも、すべて繋がってます。で、さらに天井に一つ目ですね。これも加工して付けたんですけどね。二つ目。で、包み込むように、三つ目。さらに奥に4つ目ですね。これでもう包み込まれます。まあこんなね、いい音響の状況をわざわざ作ったのに桃鉄やってもちょっと悲しいんですけど。キングボンビーがすごい派手に出てきますよ。で、4つで、ウーファーで5つで、さらにフロント2個ですね、センター。これで6つですね、スピーカーを装着しております。もうここではもう絶対必須のストーブです。これは新品で買いました。こうなんで1万何ぼかしたかな、いいやつです。で、これ工具入れなんですけど、エルネスト・チェ・ゲバラですね、有名なキューバの革命児でございますね。革命児と死と言っちゃダメですかね、革命家ですね。いただき物の電子レンジや冷蔵庫もありますし、あとはね、自分でちょっとカッティングしたり、このイケアのね、この電池式の人感知式のセンサーがついて、このライト、これ便利で300円ぐらいで売ってます。キッチンですね。まあ、そこそこ整えてみました。まあ、こっちは黒基調で少し色入れてます。で、壁をずっと伝って見ていただくと、色合わせのために、ね、ワンポイントだけ黒ラインを入れてます。で、天井も含めてですね、壁紙すべて貼り替えております。DIY です。綺麗にできてるでしょう。ライトは、余り物のニトリです。そして2階に上がるとですね、もう顕著に隙間が空いてるところですね。まあこれ5、6ミリぐらいなんですよ。これが傾斜1度の理由になってくるんですけども、まあそもそもこんなに空いてるように見えると皆さんも恐ろしくなってくるんじゃないでしょうか。さっきのね、養生テープコロコロ回したんとして上も完全にコロコロ回ってくれます。もう笑うしかないですね。で、ここ、よーく見てみるとですね、ベランダとね、窓ガラス、の3のズレを分かります。これね、左側は揃ってね、右側はこう開けていってるでしょ。まあ傾いてるっていうのはこれで顕著に分かります。もう僕は諦めてますけども、本来であれば左をもう少し持ち上げる、1度2度持ち上げないとバランスが悪いっていうことはこれではっきり分かります。まあ1階でも2階でも養生テープは素晴らしく右側に転がっていくので、まあこのシュールな映像を見ていただいて安かった理由が分かっていただいたかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。